現役ドラフトで獲得しました細川選手の、取材を始めたり会見を始めたりいたします。じゃあ代表の方から、はい、よろしくお願いします。はい、それではあの放送の代表で CBC からお聞きいたします。細川さん、今ドラゴンズに、入団した今の気持ちを聞かせてください。はい、あの現役ドラフトで、中日ドラゴンズさんに指名していただき、まあ、本当に自分も嬉しいことですし、また、まあ、新スタート、新たなスタートだと思うので、あのすごい僕自身も楽しみです。現役ドラフトで指名された時のその時の気持ちはどうですか？そうですね、まあお電話をいただいて、まあ、中日ドラゴンズさんっていう風に、伝えられて、まあ、僕自身も、なんですかね、すごいまた新たな挑戦というか、楽しみでもあるので、自分自身チャンスだと思ってやっていきたいなっていう風には思いました。DeNA にいた時のドラゴンズの印象というのはいかがでしたか？そうですね、やっぱり、僕も、中日ドラゴンズさんと対戦するときはすごいやっぱりピッチャーがすごいいいピッチャーが多いですし、僕自身やっぱ打席に立っててすごい嫌な印象がすごいあったので、まあ、とてもそのピッチャーが強くて、そしてなんか、まあ、得点もどういう攻撃でも取れるっていうのがすごい僕の中ではすごい印象深かったので、そういう印象はありました。細川さんがドラゴンズアピールしたいポイントってどういうことでしょう？そうですね、僕自身長打力が魅力だと思うので、まあ、僕のその長打力を生かしてしっかり結果を出してアピールしていければいいかなっていうふうには思ってます。バンテリンドーム良いんですけれども、ホームラン打つ自信はどうですか？そうですね、まあ、どこの球場でも、ホームラン打つ自信はあるので、まあ、そのぐらい強い気持ちを持って来年頑張っていきたいなっていうふうには思います。名古屋の暮らしは楽しみですか？そうですね、全く土地勘がないので、ちょっと不安な部分はありますけど、すぐに馴染んでいくかなっていうふうには思います。誰かドラゴンズの選手、中野選手っていますか？自主トレで、あの石垣くんが、同級生で、一緒に練習をやっていて、本当に交流があるのは、石垣くんだけです。石垣選手から何か言われました？そうですね、まあ僕も最初、その現役ドラフトの連絡をもらって、まあ、すぐに、連絡をして、まあ、いろいろ、教えてくれたりもしたので、また一緒に頑張ろうというふうには、連絡取り合いました。今年実はドラフトで内野手を多く取って、ちょっと外野手が少ないっていろいろ批判もあったんですけど、まあ、持ち前の長打力、これがあのうちのドラゴンズには足りない部分だと思いますので、これを補ってくれる、戦力になると期待をしております。体格を見ていただければ分かると思いますので、十分あの広いバンテリンドームでもホームランを打てる選手だとは思ってますので、やはりそれを期待します。今あの外野のレギュラーが岡林大島というちょっとホームランが少ない選手が中心になってますので、まあ、今度外国人も取りましたけれど、それを埋めていただける存在になってもらえればなというふうには期待をしております。正面からいきます。はい、笑顔でお願いします。はい、じゃあ先生、ご協力お願いします。ありがとうございます。皆さんすみません、お仕事中すみません。今度あの現役ドラフトで DeNA ベイスターズから獲得しました細川誠也さんです。また皆さん今後ともよろしくお願いいたします。じゃあ自己紹介します。はい、横浜 DeNA ベイスターズから移籍してきました細川誠也です。ドラゴンズの戦力になれるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こういうあの会見とか、はい、カメラの前に立つことってすごい堂々とされてましたけど。いや、僕自身めっちゃ緊張してたので。はい、ちょっと新幹線乗ってる時とかも、あ、どういうこと聞かれるかなとか、ちょっとこう、あの砂田さんの会見の様子とか YouTube で見たりとか、なるほどなるほど、して、ちょっとこうある程度あの言えることを、あの自分の中でちょっとこう整理しながら来ました。その予習の
結果あの堂々とした会見だったそうですね、すごいでも緊張したので、はい、まあ無事終わってホッとしてます。ドラゴンズの YouTube はその時に見ていただいたりとか。そうですね、はい、砂田さんのちょっとあの見させていただいて、はい、砂田さんはもう、はい、しっかりお話ししていたのでちょっと勉強に参考にさせていただきました。あの会見ではあのドラゴンズの選手で交流のある選手石垣選手とおっしゃってましたけど、はいはい、これは自主トレ。そうですね、浅村さんの自主トレに参加してさせてもらった時に、石垣も、一緒に、あのやっていて、まあ、唯一同級生だったので、すごい仲良くさせていただいてますね。今年この前のオフから参加ってことですか。そうですね、はい、1月の今年の自主トレから参加させてもらってて、まあ、来年も行かしてもらいます。どういう経緯でこう。そうですね、その前に、まあ、西武の人の紹介で、僕自身もちょっと、はい、あの頼んでお願いしてっていう感じになりました。じゃあ本当に別のルートから来た石垣選手とそこで同学年で出会ったという。そうですね、はい、まあ、はい、ガッキーっていうのはあの高校の入った時からあのプロ入った時知ってるんで、名前は知っていたんですけど、あの、まあ、交流がなかなかなかったので、まあ、そこですごい仲良くなれて、まあ、今もいろいろと助けてもらってるんですごい助かってますね。その他ドラゴンズの選手はあんまり。そうですね、交流がないので、まあ、本当に僕自身もちょっとあの早く馴染めるようにっていう感じですね。今は石垣選手一本頼りで。そうですね、はい、いろいろそこから、はい、広めていただいたらいいなというふうに思ってます。あの弟さんが日本選手からホームランを打ったことがあるっていうぐらいですか、はい、関わりとしては思ってないですか。いや、そうですね、はい、まあ、他の同級生も知ってはいるんですけど、なかなか、まあ、会う機会もないですし話す機会もなかったので、まあ、本当に今のところ交流はあのない感じですねここから広げていく感じですね、はい、広めてい いていけたらいいなと思ってます。あのずっと関東で過ごされてだと思うんですけど、はい、名古屋での暮らし、もうキャンプ開けたら始まると思うんですけど、はい、どうですかそのあたりは。そうですね、まあ不安しかないですけど、早くちょっとこう土地勘とかも覚えて、あのまあ球場の行き帰りであったり、早くちょっとこう馴染めたらいいなっていうふうには思ってますね。あのプロ初ホームランがドラゴンズ戦で、はい、ドラゴンズファンの皆さんはプロ初ホームランドラゴンズ戦でさらに2試合連続で打たれてっていうプレースタイルは、はい、なんとなく分かるとファンの方々も把握してると思うんですけど、はい、性格とかってどんな感じですか。性格ですか。結構人見知りなので、そうですか、はい、ちょっとこう、まあ、あのまあ不器用な、面もあるので、まあそうですね、まあ早くこうドラゴンズのファンの方々に早く、もっと名前を覚えてもらえるように来年活躍できたらというふうに思ってますね。あの今シーズンからファンクラブのユニフォームを着て試合するときに、はい、背にニックネームを入れてるんですけど、はいはい、ニックネームどんなふうにファンの方々呼べば。横浜ではよく細というふうには呼ばれたので、そうですね、まあ、そのぐらいしか今のところ僕の頭では思いつかないですそれか、まあ、新しいチームメイトにつけてもらうかっていう感じですか。そうですね、その方がありがたいですねあのユニフォームではあの背番号も、はい、こう0番ということですけど、はい、それはもうあの提示されてっていう感じですか。そうです、何個か、まあ、選んであの0番ともうあの何個かあったんですけど、まあ、親とも相談してあの0からスタートする気持ちで0がいいんじゃないかなっていうふうには、思ったので、で0番にしました。改めてではファンの皆さんへというところで、はい、まず古巣のベイスターズファンの皆さんに、はい、まあ、先日 SNS でも上げられてましたけど、昨日から、はい、改めていただけますか。はい、ベイスターズの6年間本当にお世話になりました。ドラゴンズで活躍している姿をお見せして、それが恩返しになるように、頑張りますので、これからもまた、応援していただけたら嬉しいです。ありがとうございました。では新たに
新天地のドラゴンズファンの皆さんにもお願いします。はい、初めまして、横浜 DeNA ベイスターズから移籍しました細川誠也です。早く名前を覚えていただけるように、来年チームの戦力になれるように、頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube も撮っていきます。はい、よろしくお願いします。ご協力よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。挑戦という言葉も会見中ありましたけど、はい、いきなりオープン戦で、はい、ドラゴンズのキャンプ地のチャタンで、はい、ベイスターズ戦初戦なんですけど、はい、そういったところどうですか？そうですね、まあ、ベイスターズの6年間本当に、お世話になったので、まあ、結果として恩も返すことができなかったので、まあ、ドラゴンズで、活躍している姿を見せて恩返しができたらいいなというふうには思ってます。3月にオープン戦で横浜の試合も、横浜での試合もありますか？はい、そのあたりが。そうですね、すごい楽しみでもあるので、そこでまた、まあ、シーズンもそうですけど、まあ、結果を出して活躍している姿をお見せできたら、いいんじゃないかなというふうには思ってます。